はい、じゃあ今回の支援会話は、アネットとローレンツの会話見ていきます。いや、アネットさん、ごきげんよう。今日も君ははつらつとして可憐な花のようだ。意外な組み合わせですけれど。ごきげんよう、ローレンツ。怒ってません？アネットさん、急に不機嫌になってどうしたのかね。別に不機嫌とかじゃないけど、ただちょっと昔の出来事を思い出したの。魔導学院にいた頃、貴族の子にバカにされたことがあったなって。何？一体誰がそんなこと。君ほどの菜園を捕まえてバカにするような貴族がいたら顔を見て笑ってやると。ふーん、じゃあローレンツは鏡を見て笑わなきゃいけないね。それはどういうことだ。ローレンツも魔導学院変わってたんだっけ。まさか君をバカにしたのか、この僕だと。そうだよ、魔導学院で初対面の私をバカにしたこと覚えてるんだからね。あ、これは業が深いわ。こんな子供がいるとは迷子かね。親御さんはどこかわかるかな。名門と名高い王都の魔導学院に間違いの町娘がいたらバカにされてしまうよって。はあ、何が迷子や。これはさすがに怒っていいよね、私。うん、おぼろげながら思い出してきたぞ。そうか、君があの時の町娘か。町娘。いや、君は町娘なのではなく、ドミニク男爵の名護だったのだな。これは本当に申し訳ないことをした。僕の無礼をどうか許してほしい。まあ別にいいけど、根に持ってるのもバカバカしいし。学院の中で再び君と話す機会でもあれば、その時に誤解が解けたとは思うのだが、おそらくその日を最後に君と学院で顔を合わせる機会はなかったからな。言われてみれば、その日以来学院でローレンツを見かけなかったかも。あの後すぐに同盟寮へと帰還するよう父に言われたの。あ、そうなんだ。じゃあ魔導学院にいた期間短いんですね。国王の崩御に伴って、王国内の情勢が不安定になってしまったからね。ああ、そっか、なるほど。ダスカーの悲劇だね。万一のことがあっては王国と同盟両者の関係にもひびが入りかねない。そういった事情からやむを得ず短期間で学院を辞めることになってしまったのさ。へえ、そうだったんだ。それが今こうしてまた一緒にいるなんて不思議な縁だね。ああ、魔導学院、士官学校と続いて3度目の縁となる。よろしく頼むよ。うん。あ、でもまた私のことを子供とか言ったら今度は許さないからね。そんなことは二度とないと約束すると。それにあの時の詫びと言ってはなんだが、何かあれば必ず君の力になると約束しよう。必要とあらばいつでも呼んでくれたまえ。この僕、ローレンツ・ヘルマン・グロスタールがすぐに駆けつけよう。はあ、はっはっはっは。引いとるがな。まだあるのかな。あ、まだあるわ。 B もある。アネットさん、ごきげんよう。やはりここにいたのだね。こんにちは、ローレンツ。何か用？いや、何、君にぜひとも伝えたい言葉があったのだよ。え、何？もしかしてまたよくわからない口説き文句が飛んでくるの？注意しろ。いや、違う。僕は君の努力と活躍を大いに褒めたたえたいと思ったのだ。え？ああ、うん、ありがとう。何？どうしたの？いきなり。戦場で、そして戦場の外でさえも君は素晴らしい活躍を見せている。その力はたゆまぬ努力によって培われてきたものなのだろう。その素晴らしさは君が貴族であろうと、たとえ町娘であろうと変わりはしない。どうしたのだね、鳩が風魔法を受けたような顔をして。いや、誰だってびっくりするでしょ、いきなりそんな風に褒められたら。
そこまで驚かれるというのも悲しい気がするが、僕はただ己の本心を伝えたかったのだ。君との間には長らく誤解もあった。思っていることは顔を合わせているうちにきちんと伝えておかねばなるまい。おかしい。今度は笑い出して、一体なんだね。僕におかしいところなどないだろう。ごめんごめん、ただローレンツってこう見えて本当に真面目だなと思って。いい人ですよね。歯科学校の時は微妙だったけど、自分の評価は。君に嫌な思いをさせたくはないからな。それにね、やっぱり自分の努力を認めてもらえるっていうのは嬉しいよ。昔子供呼ばわりされて怒ったのも努力を否定されたようだったからで、あなたに認めてもらったらずっとモヤモヤしていたものがすっきりした気がする。ローレンツってちゃんと人のことを見て評価してくれるんだね。当然だ。周りのものを正しく評価するのが上に立つ貴族の役目なのだからな。役目か。私も貴族の端くれだし、そういうところは真似していかなくちゃ。それがいい。では互いの貴族像について語り合うために、ここは食事でも。ああ、でもそういうお誘いは遠慮しておく。また幻滅しちゃうことがあったら困るし。そうか、仕方あるまい。では機会を改めて。それじゃあ私はそろそろ行くよ。今ならもっと頑張れる気がする。まあいいだろう、仕方あるまい。僕も彼女に習って諦めずに努力をするさ。それこそがローレンツ・ヘルマン・グロスタールのあるべき姿だからね。はあ、じゃあ次行くか。相変わらずローレンツはブレないですね。じゃあイグナーツとアネット。どうした？騎士として役に立っているのかな。役に立つどころか、みんなの足を引っ張っているじゃん。イグナーツとアッシュの会話とかちょっと見てみたかったかも。騎士同士どうしたの？なんだか元気なさそうだけど。あ、アネットさん、すみません、ご心配をおかけして。ちょっと考え事をしていただけなので、僕のことは気にしないで。あ、そういえばアネットさんってあのギュスタブさんの娘でしたよね。え、うん、そうだけど。そうか、ファーガスでも随一と言われる騎士のギュスタブさんだったら、アネットさん、やっぱり僕の話を聞いてくれますか？もちろん、困ってる時はお互い様だもん。話してみてよ、イグナーツ。ありがとうございます。実は最近悩んでいることがあって、僕は騎士としてみんなの役に立てているのかなと。十分立ててると思うけどな。みんなイグナーツを頼りにしてるよ。そんなこと。僕は騎士なのに特別武芸に優れているわけでもありませんし、だからそのアネットさんのお父上の話を参考にさせてほしいんです。ギュスタブさんは歴代のファーガス王に仕えてきた伝説の騎士ですからね。そこまで父さんが褒められてると、なんだか私まで照れちゃうな。もちろん私の知ってることなら何でも教えてあげるよ。助かります。じゃあ早速聞きますが、普段はどんな訓練をされているんですか？剣や槍の稽古は今でも毎日欠かしてないよ。多分昔からずっと続けてるんだと思う。なるほど、やっぱりその努力が認められて王家の騎士に取り立てられたんでしょうか。努力っていうより、この話はおじさんの相談かもしれないんだけど、はいはい、父さん今の私たちより若い頃から王城好きの兵士として働いてたのね。で、40年くらい前かな、まだ小さかった戦王陛下が城壁から落ちたのを見て、ランベールさんのことかな、とっさに槍を投げて服を城壁に縫い留めて助けたのがきっかけだったって言ってたよ。でも冗談とも言い切れない妙な説得力がありますね。
以来槍を投げて木から落ちる葉っぱを幹に縫い留める訓練を一日に何百回もそんな訓練を、はあ、すごいエイム力やね。すみませんアネットさん、僕には少し高すぎる目標だったかもしれません。さあまだあるかな、CNB、 はい、じゃあ見ていきます。イグナーツ、この間はごめんね、力になってあげられなくて。ああ、いえ、とんでもないです。すごく参考になりましたし、何よりギュスタブさんの話を聞いて確信に至れたんです。僕に騎士は向いてないって言おうとしてる。はい、アネットさんには何でもお見通しですね。そっか、私の話が誤解を招いたならちゃんとそれを解かないとだよね。誤解ですか。うん、父さんは確かにすごい騎士だし、いろんな人からもそう言われてるけど、みんながみんな父さんみたいな騎士だったら戦争なんてやってられないと思うの。ああ見えて自分のことは結構適当だし頭が固いところもあるし心配性だし。結構ね、こじらせてたよな、ギルベルトさん。騎士は戦うのが仕事なんですし、武芸に長けているのが一番なんじゃ。一人で悶々と悩むタイプというか。そうとも限らないと思うけどな。父さんの部下にもいろんな人がいるよ。真面目なのに武芸の類は空っ騎士で、馬にも乗れない騎士の人とかね。でも父さんはその人を他の部下と同じように信頼して背中を預けてる。え、どういうことなんでしょうか。何もできないのに信頼されてるんですか。その騎士の人はね、戦いはいまいちでもお料理や食材についての知識はすごいんだ。胃袋を掴んでるってことか。行軍の途中あと少しってところで敵襲を受けて食料が尽きそうになった時、その人の指示で森で集めた食材を使って保存食をたくさん作ってしのいだんだって。なるほど、その時にギュスタブさんの信頼を勝ち得たんですね。人に得て増えてがあるのは当然で、それを見抜いてうまく指示を出すのが長官の仕事って父さんの受け売りだけどね。イグナーツも悲観することないと思うな。前線で武器を振り回すだけが騎士の仕事ってわけじゃないんだし。つまりは僕も騎士として何かの形でみんなの役に立てるってことでしょうか。うん、絵がうまいとか美術品の知識があるとか周りをよく観察してるとか長所はたくさんあるんだし、向いてないって片付けちゃうのはもったいない気がするよ。そうか、そうですよね。この軍にもいろんな人が集まっているんですし、アネットさん、僕もう少しだけ騎士として頑張ってみようと思います。本当？そう言ってもらえてよかった。なんだか人ごとみたいな気がしなくって、うん、ほら私って気を抜くとすぐにとんでもないことをしでかすじゃない。今回なんかあんまドジっこ出してないよね、アネット。力になるどころか足を引っ張ってばかりだなって悩んだ時もあったから。力になってますよ。アネットさんはいつも僕たちを助けてくれてるじゃないですか。今もアネットさんが励ましてくれなかったら僕は騎士を辞めていたかもしれませんし。そう言ってもらえると嬉しいな。イグナーツの役に立ててよかった。お互い悩むこともあるけど、これからも一緒に頑張ろうよ。はい、アネットさんとなら頑張れる気がします。よし、じゃああと一個見るか。イングリッドあるかな、同盟の子たちと。お、マリアンヌちゃん、あ、この中山ちょっと興味あるぞ。イングリッドとマリアンヌちゃん。また会話が残ってる。あ、ここ最近二人とも残してばかり、ね、共通点は馬や、この二人は。あ、悪い病気にかかっているのかもしれないわ。どうしたものかしら。あの会話、干し草に変えた方が。あら、マリアンヌ、それはどういうことですか。煙幕ばかりだと栄養が偏ってしまうので。確かに近頃は煙幕が多めでしたね。それで体調が悪くなっていたのでしょうか。はい、おそらくは。
なるほど、干し草。試してみます。ありがとう。詳しいのですね。いえ、そんなことは。あまり謙遜しないでください。そうだ、他にも質問していいでしょうか。マリアンヌちゃん、動物と話せる能力がある。あの、私、余計なことを。あ、すみません。あ、やっぱりまだ人見知りが、人見知りというか、待ってください、マリアンヌ。コミジアンというか、まだ聞きたいことが。はあ、どうしてかしら。たった一度戦場を走っただけなのに、戻ってきた途端一歩も動かなくなってしまうなんて。その子、多分怯えてます。え、そうなのですか。うまくできるかは分かりませんが、私がなだめてみます。怖かったわね。もう大丈夫よ。よしよし。すごいわ、歩き出した。戦場に漂う血の匂いが嫌だから走りたくないと。そうだったのですね。まさかこの子がそう言っていたのですか。はい、なんとなくわかるんです。信じられない。一体どうやって。よければ方法を教えてもらえませんか。本当になんとなく、強いて言うなら動物の小さな仕草から想像したりとか。すみません、私の話なんてきっとイングリッドさんの役には。あなたは私を、そしてこの子を二度も助けてくれたでしょ。そう自分を卑下することはありません。そうそう、もっと自信を持ってください、マリアンヌ。その、すみません。ああ、待ってください、マリアンヌ。まだお礼も言っていないのに。あ、これちょっと次の回は楽しみだな、どうなるか。誓って嘘などではありません。もはやエーギル公はあの男の傀儡なのです。エーギル公が復権したなどというのはあくまでも表向きだけのこと。実際のところ今の帝国を牛耳っているのはタレスとその一味なのです。アリアン・ロッドに現れた闇の魔導士だな。エーギル公までもが奴の傀儡ということか。ええ、それに信じないでしょうけれど、タレスの正体はかつての摂政アランデル公なのですわ。私は彼らがそう話しているのを聞きました。やはりか。ならば今のエーデルガルトは。陛下？さあ、知りませんわ。今の陛下は全てエーギル公、すなわち彼の背後にいるタレスの言うがままです。陛下はただタレスに従って皆に命令を口にされるだけですの。さあ、これだけの機密を話したのですわ。私たちを助けてくださるわね。それは戦議にかけて決めるべき話だ。ひとまずローで沙汰を待つがいい。ちょっと、まだ話は終わっては。お待ちください、お待ちください。で、フェニア子爵の言葉をお前はどこまで信じるつもりだ。無論全てを信じるつもりはないが、真実だと仮定すれば腑に落ちることも多い。アランデル公は教会への寄進が止まったその頃にタレスに姿を奪われた。職番として勤めていたトマシュ殿があの魔導士に成り代わられたのと同様にな。寄進が止まったのはちょうど彼が帝国から逃れ王国に滞在していた時期だ。だとすれば、アランデル公の成り代わりを手引きしたのはコルネリアか。ダスカーの悲劇には彼らが深く関係していた。奴らの目的は何だったのでしょう。なぜ帝国は王妃殿下を連れ去った。今のところそれを知る術はなさそうだ。タレスを撃ってその身辺を洗うくらいか。だが
一つ言い切れることがあるとすれば、あの魔導士たちさえいなければ、王も騎士もダスカーの民もあのような死を遂げずに済んだだろうということだ。やむを得ない理由があったのかもしれない。正義のための強行だったのかもしれない。だが俺たちにも復讐という正義のために剣を取る権利があるはずだ。撃ちましょう、陛下。俺は復讐を果たしたい。ええ、タレスを倒して初めて私たちは前へ、未来へと進んで行ける。よし、取るべき方針は定まったな。ならば今はただ前に進もう。さて、覚悟は良いな。正直わからない。ジェラルトはきっと喜ばないだろう。復讐を望まないだろう。そうじゃ、よう分かっておるではないか。復讐なぞ人のためにやるものではない。己が心を満たすために、己が欲を叶えるためにやるのじゃ。その覚悟はできておろ？ふん、わしの力で無理強いしても構わぬのだぞ。お主の覚悟を問うてもらえるだけわしに感謝するのじゃな。そうだね、自分も覚悟を決めよう。手段を選ばず戦うことを。器の分際で良き覚悟じゃ。なればわしが示してやろう。時のよすがをたどりて見出した答えをな。あ、はい、じゃあメインやっていこうと思います。新軍マップ中にね、ムービーがありまして、いや、あれですね、前回のメインストーリーで降伏した将軍たちからですね、いろいろお話が聞けましたね。帝国の内情が、まあ実際はエーゲル公が牛耳ってるわけじゃなくって、アランデル公が化けたタレスが実際のところ帝国を操っていると。はい、まあ傀儡だって言ってましたね、エーデルガルトもエーギル公も。ということで、じゃあやっていきますか。帝国軍追撃戦、アリルの海戦に敗れた帝国軍はガルグマクへ撤退を図る。それを防ぐべく追撃戦が始まると。じゃあやっていきましょう。はい、これどうしよう、セーブデータ。とりあえずね、あれなんですよ、ちょっと調べたんだけど、ロドリグさん生存ルートっていうのがあるらしくって、とりあえずこのエピソード12っていうのは、残しておかないといけないですね。まあ、一応このエピソード12に入る前の11と、この2つのデータを取っといた方がいいから、ちょっと取っといて、あとはもう上書きしちゃっていいかな。よし、行こう。ちょっと今回さ、セーブデータね、セーブできる数が少ないからよ、スロットが。そこがね、陛下、一体どこへ行かれたのだ。はい、やはりあの状態で戦場に連れ出すべきでなかったのではないか。あれ、エーデルガルト、あれ、エーギル公閣下、後方の部隊が次々と敵に突破されています。あ、追っかけてますよ。敵軍が押し寄せてくるかと。急ぎお逃げください。軍務卿は何をしておる。さっさと奴らを止めろと伝えろ。カスパルの父ちゃんね、前回のメインストーリーで出てきました。すぐに陛下を見つけ出さなければ。エーデルちゃんどっか行っちゃったんだ。これほど探しても見つからないのです。すでに敵の手に落ちた可能性さえあります。せめて閣下だけでもお逃げください。陛下は我々で探します。確かにここに留まったところで私と陛下が共に撃たれるだけかもしれん。私はこのまま大修道院方面へ撤退する。悪いが捜索はお前たちに任せる。はっ、お任せください。すまんな、任せたぞ。残る難敵はベルグリーズ博だけか。はい、フォドラでも指折りの猛将だな。ペトラちゃんのお父さんを殺した人でもありますね、カスパルのお父ちゃん。灰色の悪魔もまだ姿を見せていない。おそらく彼らと行動を共にしているのだろう。そうか、いよいよこの時が来たね。
気を引き締めて戦おう。はい。勝つためには避けて通れない戦いでしょ。どんな敵が立ちふさがろうと倒すだけよ。あなたの言葉を聞いているとなんだか勇気が湧いてくるわね。よし、ではそろそろ出陣の刻限だ。みんな頼りにしているからな。さて、エーゲル攻撃をついにやるか。フェル君の父ちゃん撤退地点へ到達しちゃったらダメだね。はい。さて、じゃあ作戦はのろしによるかく乱、のろしを上げて敵をかく乱し敵の進軍を一時停止させる。じゃあ取っときましょう。三方兵の配備、戦闘開始から一定時間味方わずかに強化。みんな取れるかな。なんか毒系。あ、HP を少し減少させた状態。傭兵団の雇用、敵で攻め込む傭兵部隊を招集し定期的に投入。あ、いいですね。あれ、なんか10ポイント余ったんだけど、え、なんか私1個作戦取り損ねてんのかな。まあいっか。よし、じゃあメンバーはどれでいこう。実はね、あれなんだよね、必殺技でさ、死神騎士とメルセデスのね、特殊会話あったから、それちょっとお見せしたいかなっていう気持ちもあるので、いや、メルセデスとイエリッツ先生は入れていきたいかなと思っておりますけれども、メルセデスどこ。じゃあちょっと準備しますね。私も頑張らなくっちゃ。よし、じゃあ行きましょう。はい、戦闘開始。エーギル公を追うぞ。おそらくエーデルガルトも一緒にいるはずだ。私だけでも早く逃げねば。急ぎガルグマクへ。撤退地点進行開始。あ、ちょっと待ってよ。メルセデスを副官にしたい。試してみてもいいかしら。あ、試してみてもいいかしら。よし。エンゲル攻撃発し撤退地点への到達を阻止。あれ、結構近くにいる、もしかして。あ、近くにおるやん。あ、でもここ閉じられてるわ。でもどこからも入ることできないな。よし、オッケー。奴は多くの兵を連れている。ただ追いつくだけでは同じように逃げられる。あ、門番がいる。先に逃げ道を抑えておくべきだろう。洞窟から部隊を先行させるか。登山口を制圧しエーゲル口の撤退地点を封鎖せよ。どこか行くの。あ、なるほどね、門番やれってことか。はい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 。門番。ここも門番。あ、ここも門番だ。私に、よし、片付けに行くわ。では。やばいな、逃げられるのが怖い。門番。よし。回数に間に合わなかったのが残念だ。こんな劣勢で敵に相対さねばならない。おお、リハートの父ちゃん。あ、ヘブリング博。わあ、リンハート連れてくればよかったね。布陣してるはずだよ。慌てないで、制圧しながら進もう。行け。工作部隊の用意が整ったようだ。これで敵をかく乱してやれ。行け、のろしい。よし、今だ。のろしを上げろ。あれは何の合図だ。まさか敵の副兵か。調べよ調べよ。お、いいねいいね。ナイス。よし、じゃあディミトリたち、そのままエーゲル湖を狙ってほしいな。手足通りに動こう。あ、動けない。ちょっと待って、ここじゃないんだね。砦兵長。あ、でももうここも突破してるわ。やっぱり主人公たちでいけんじゃね、これ、エーゲル子。なあ。よし、片付けに行く。いけ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 。私に任せてください。よし。と、では、砦取ってってもらって。よし。もう敵が
帝国のため私が死ぬわけにはいかぬのだ。ちょっと主人公たちにエーギル子やってもらおう。それちょっとこっち側を回ってここもいいね。最善を尽くすんだ。みんなエーギル子だ。ちょっと緊張。作戦を開始します。ね、またなんか出てきそうなんだよな。私はちょっと回り道をしておくよ。仕方がない、時間を稼いでこい。あ、ヘブリング博。あ、そか、ここにヘブリング博いるのか。何も見つからないとは。仕方がない、進むぞ。はい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 、よし、ヘブリング博来たぞ。少しは働かなければレオポルトのやつに後で擦りつぶされ。レオポルトっていうのはカスパーのお父ちゃんの名前ですね。ベルグリーズ博、よし行くぜ。王国軍は皆優秀で羨ましい。今の帝国はほらあんな状況なのだよ。任せのやつは一瞬がいい。オッケー。またです。今はこれが精一杯か。進むといい。聖教会の番犬たちよ。買い物買い物。道が開いたな。敵の逃げ道を塞ぎに行くとしよう。登山口を制圧せよ。みんなやってるかな、エーギル子。あ、でも結構強いのかしら。私に、ま、よし、片付けに全力で頑張ります。あ、ユミトヨたちもこっち来てるわ。手はず通りに動こう。最善を尽くすとしよう。エーギル子、やってみるとしよう。物は試しだ。私は道をどんどん切り開く。倒そうかな。お前の敵は私。私だって戦えるのよ。オッケー。見えている。お、開いた開いた。よし、これで私も仲間と合流できるわ。大変です。この先の撤退路が王国軍によって封鎖されました。ウィー。このままでは撤退もできぬ。今こそ総力を上げて突破せん。あ、残存兵力。帝国のためにここで倒れることは許されんぞ。任せのやつです。もう死んでいい。だってもうほとんど兵力がない中で、さあ、エーゲル攻撃波、みんな頑張れ。私ももう少しで合流する。もう伊勢攻撃でいいか。よし、このままじゃ挟まれちまう。させねえぜ。あ、クスパル来んの。敵を誇ることに何も。あ、ベルグリーズ博も。目の前の敵を撃て。帝国軍よ、遺言はないか。不死に代わってわしが引き届ける。エミール頼んだわ。私も合流。オッケー。ご先祖様、陛下、我が帝国は不滅。さ、ベルグリーズ博をじゃないや、エーギル、エーギル子を倒しましたね。撃破。え、カスパルもいたの。気づかんかった。俺としたことが情けねえ。あ、カスパルいたんや。お、全軍撤退だって。急いで捜索。あ、先生。さあ、覚悟せい。
様の父を死せしもぬ。先生よ、君をご所望のようだよ。今こそ灰色の悪魔との決着の時だ。じゃあ主人公に変えるか。エベレスを撃破し決着をつけろ。行くぜ。そんなぞ小さき者。確かに圧倒的な力だけど絶対じゃない。今なら勝てる。敵は勝つつもりのようじゃ。わしが生活してやらねばの。お主さあ、 あのロドリゴ製のルートだったらさ、またなんか全然違うのかな。先生との向き合い方も、まあ、途中で仲間になったりとかさ。おう、はーい。ほら、止めている。わちゃしてる。あ、パリにしないな。ありがとうございました。終わった。ありがとうございました。少し悪魔を撃ったんだ。先生殺したってこと？もう死んだの？ええ。先生どうかしたのかい？あまり嬉しそうじゃないけれど、なんというか不思議な感じなのよ。嬉しいはずなのにやりきって終わってしまった。そんな寂しさがあるわ。それに後悔もあるかしら。本当に殺し合うしか道がなかったの？そんな複雑な気分なの今は。なんだか悪いわね。悪くなんてないよ。嬉しさと寂しさと後悔か。難しいね。そういう感情が入り混じった状態を理解するというのは。でももしかしたら僕も似た状態なのかもしれない。嬉しさよりも解放感がある。積年の使命を果たしたような。思わず涙がこぼれそうなほどに。ん？涙？ラルは泣いているの？わからない。でもこれだけは言える。君には本当に感謝している。僕の運命共同体が君でよかったよ。
ラルバ